出来上がったのは近年道南で漁獲量が増えているブリを練り込んだせんべい、はい、年々取れなくなっているスルメイカに代わる原料として活用し先月試験的に販売した客の反応はまああれじゃない,ゃないの食べたことないんで <laughs> 味はどうか分かんないけど。<laughs> まだまだあのブリの知名度が低くです、ね、活用する方法があまり函館市内にも広がってないような状況でしてそれでまあ活用してみようと思いました函館イカの街ですんでイカに偏りがちなんですけども、まあ、ブリを食べたお客さんはあ意外においしいねっていうお声もいただいてますので,で流れを見ながら販売していってたらなと思います北斗市内にある水産加工会社 3年ほど前からブリを使った燻製作りを始めたやはりイカはもう年々こう取れなくなってきてる本当にもうこの3年前からやって加工船ですよねイカでブリの方は加工じゃなくて上り船ですよね船度のはいいものなんですよね漁獲してすぐもう凍結かけてるもう一時凍結のものを 原料となるブリは主に四壁町や南茅部から調達しているその鮮度の良いブリを大型の燻製機に投入木炭を燃料に丸一日いぶすもともとイカの燻製を作るのに使っていた機械だという やっぱり塩の上がりですね。温度、うん、温度の上がり。うん、だから温度上がる前に四十度ぐらいで温度上がる前に音楽で塩を抑えるう。火をうまく調整しないと大変なことになってしまう。あじゃあもう燻製じゃなくてそれこそ本当焼き魚になっちゃう。<laughs> うん、そうして出来上がったブリの燻製商品名はブリ燻。 80g 入り650円で全国で販売しているこちらの会社ではほぼ全ての加工品の原料にイカを使っていたがこの3年間でブリを使った加工品の割合が全体の3割を占めるようになった次なる展開はこの国湯漬け早く大量に精神科したいという考えでブリ国屋には似てるんですけども。 今開発中の商品はブリのクユ漬け燻製よりも短期間で作れるため大量生産が可能だそれで安く提供したいなと考えてて作ってます来月からの販売を目指している商品名はブリ丸そこにはこんな思いが込められている調べたのはこう牛若丸が。 出世してて良質になっていく。でブリ君もこのまあ出世王なんで出世してまあイメージでちょっと作ってました。ピークの10年ほど前に4億円あった売り上げは今1億円ほど。以下からブリへの転換で会社を成長させたいとする。 車で移動することおよそ5分同じ北都市内にあるこちらの水産加工会社は仕入れ値の安い赤いかをスルメイカの代わりに使っている単純に比較すすると約半年以下です、ね、スルメイカの仕入れ値は1キロ当たり650円ほど高い時には800円を超えるという10年前の実に3倍以上だ。 そこでこちらの会社では、イカそうめんなどの原料に安価な赤イカを使い始めた。ただ、課題もあるという。赤イカの方が柔らかいんですね。で味がないんですよ。水っぽいんで。ですから食べて全然違います。まあ、きり言うと美味しくない。致命的なのはその味の違い。 あくまで一部の製品の代替にしかなりえずスルメイカにとって変わることは難しいようださてスタジオには VTR にありました道南のブリを使ったブリくんが届きましたのでどうぞいただきますいただきますおいしい何か香りはね酒とばのような匂いがこちらにはするんですけど。思ったよりも あのー、なんていうのかな、ブリぶりっぽくないっていうか。美味、うん、しい、味はすごくいい。もう一つが今、開発中の。うん、じゃ、こちらもいただきます。漬けの方ですね。美味しいな、うん。ブリ自体もね、美味しいお魚ですね。ねくんゆ漬けの方がもう一層柔らかくて、少しじゅ、あのー、水分がある感じですね。<ー>うん。 お酒の。もうビールでも、何でも合いますね。危険な食べ物です。はい。美味しそうな。いや、すごい美味しい。味もしっかりついてるし。ね、いい味ですね。料理にも使えそうな気もしますけど。これ、なんか、あの、マリネとかにして。あの、サラダにのせるとか、なんかできそうですよね。美味しい。はい。さこのブリですけれども、どのくらい取れているのか、見ていきたいんですが、こちら。まず、これが。 減っているスルメイカねずいぶん見させてもらいましたけどスルメイカはね <laughs> 仲立てしなスルメイカですね,ねブリはといいますとこの赤い線ここもともとスタートが2008年でいうと274トンが今や1万トンを超えていまして5倍ぐらいそうですねもっとですねもっといってますかこちらは大幅に増えているということで先生ブリが伸びてきてますどうでしょうか <laughs> うん、とですね、<laughs> そうなんですよ。あのこれ先ほどのイカが取れなくなったのと同じ理由で、うん、やはり水温が変化したことによって、はい、昔はこんなに北までブリって来なかったんですね。<ー>あの例えば日本海側ですとノトブリ。 石川県ですねあるいは佐渡ぶり新潟県、はい、ここら辺が寒ぶりの産地だったんですねところが近年もう北海道の海域まで十分に体を大きくしながら,太り,太,ら太りながら回遊してくるようになってでそれが例えば定置網にかかったりするのでこうやってて漁獲量が増えてるんですよねただなんかちょっと僕なんか子供の頃が、ええ あんまり食べた記憶がないんですけど、そうなんですよねどどどです北海道でブリって、うん、あまりこうトップに出てこないと言いますかね。うん、お魚食べようって言ったらサーモンとかね、うん、いっぱい出てくるので、このあたりはちょっと課題ですか、ね？はい、あのやはり例えばブリっていうと九州などではお正月にブリを食べますよね。はあはあ、で我々お正月っていうと鮭を食べ、で当然ですけどもその近海で獲れてるものが食卓に上るわけで、はあ、北海道ではその鮭だったりサンマだったりイカだったり。 してたわけでそういう意味でブリに馴染みがなかったんですけれどもこうやってブリが取れるようになってきたならば安くって手に入るわけですから美味しく食べましょうよっていうのが私の素直な気持ちじゃあイカの代わりになるかって言われるとそれは違いですねいやおっしゃる通りでイカとブリは共通してるのは二文字っていうだけですそうですよねイカが取れねえからブリどうぞって言われてもね それもねそれぞれが美味しいですけどなかなか、ね、取って代わるとまでは難しいのかもしれませんね。ねですからこうしたねこうイカに限らず天然資源が減少していくということを見据えて、うんね、函館市はですね今年度からとても希少性が高いある魚の養殖を始めようとしているんです、はい、こちらに今あのこのような形地が施行されておりますけれども、はい、これからここに何が作られるんでしょうか。 えー、キングサーモンを飼育するための、まあ、水槽、まあ、10トン水槽2基と7トン水槽1基。